本日縁の晴れ晴れこちら丸ごと忍者大輝にご参加いただき誠にありがとうございます。さあそれではこれから忍者の修行を始めたいと思います。拙者伊達家黒幅組の隼人と申す。お願いします。忍者は基本夜活動しますので、これを暗闇の中で着替えなきゃいけません。ということで今この場は闇夜の夜ということで、そういう設定でございます。これが闇夜の早替えの術と言います。漢字でこう来ないとか、これ苦しくないとかと、これも理由があってね、これはね、まあ、投げれば武器になるとか、そしてこれが刃なんで物を切ったりとかするんですね。あと、こう後ろとかに進入してきて、こういう間でこう刺してこう登ったりする。ここで一つ目、これだって暗いものがありました。この後ろ、これくじと言いますね。銀、強、当社、対、陳列会で、みんなで聞いたことあるかもしれません。これですね、今お兄ちゃんもね、お父さんが近くにいるからね、いろいろ心強くできたと思いますけれども、この3つ目、実は2人、別々になっております。ただお兄ちゃんはお父さんの力を借りずに1人で頑張ってやってる。